はい、どうも、こんにちは。僕くんゲームでございます。ということで、今回もね、ウィーレアプリの動画の方をやっていきたいと思います。今回はですね、オンライン戦の切断についてね、ちょっとお話ししていこうと思います。はい、ということで、これね、なんでこの話題ちょっと出したかっていうと、最近じゃないんですけど、まぁ、ちょっと前、ウィーレアプリ出て少し経ったぐらいからですね、僕くんゲームがね、オンライン戦でなんか切断してると。これね、なんかツイッターの方とかでもたまに来るんですけど、今さっき僕くんさん当たりましたよねみたいな、切断されたんですけどどういうことですかみたいな、 What? ってなって、なんだこれみたいな、やってないっすよ今ウィレアプリみたいなね、さっき。でこれどういうことかっていうと、もう偽物がねめっちゃいるんですよ。はい、これ PS4 でもね、僕そうだったんですけど、 PS4 ではね、僕 ID ね、僕くん21っていう ID なんですけど、その僕くんのね、最後の N がね、M になってたりとかね、僕くむみたいな、僕くむ21みたいな、なんかそういうちょっと、すごい紛らわしいアカウントでこう、なんかね、その、このアプリでもなので、僕のチーム名をね、ちょっと見ていただきたいんですけど、これか、ユーザー詳細ね。はい、ということで、こちらの方になって、オーナー名が僕くんゲーム @YouTube。で、これ、オーナー名は、確かね、レート、オンライン戦とかやるときに、オーナー名とレートが出るんですよね。どんくらいのレートが。だから、ここの僕くんゲーム@YouTube っていうのに、まあ、偽物の人がしてたらね、多分、その当たった方はね、なんか一緒なんでね、この名前が多分、わからないと思うんですよ。はい。で、これね、ちょっとね、どうしようかなってことで、まあ、PS4 だったら ID と、まあ、相手のプロフィールみたいなのもちゃんと見れるんですよね。はい、戦績とか。なんですけど、アプリ版ではね、それないんで、ちょっとどうしようかなみたいな迷ってるんですけど、まずね、何するかというと、まずちゃんとね、レートを当たった時ね、オンライン戦で、僕のチーム名、全く同じチーム名、あとパリ・サンジェルマンのこの、なんだ、ロゴじゃねえけど、チームのエンブレムと当たった人は、まずね、レート見てください、レート。はい、僕がね、僕くんゲーム@YouTube、983ですね、今。はい、で、こちら BKG ね、チーム名、3文字のやつ。で、僕、そんなにね、1日何十試合もアプリ版も最近はやってないんで、まあ、やるときはね、ツイッターの方に書きますけど、レートそんなにね、激しく変動はしないと思います。なので、まあ、まずはこのレート帯っていうことだけ少し覚えていただければと思います。なので、もし当たった方ね、まあ、偽物と当たった方はね、本当にまず、レートをまずはね、確認していく、確認するというか、当たった時にレート表示されるじゃないですか。なので、チーム名と同時に、まずレートをね、ちょっと見ていただきたいです。はい。だから900、まあ、後半ぐらい。っていうのを頭にぜひ、まあ、もし当たった方。まあ、ね、ちょっと当たって、まあ、今後ね、もっと出てくるかもしれないんですけど、また当たってね、この動画を見て、ちょっとね、それを少しでも分かっていただければと思います。はい。で、もう一つね、チームね、マイチーム。で、選手でね、なんかね、前ね、画像付きで送られてきたことがあったんですけど、その、僕くんゲームさん、これ本物ですかみたいな。で、その時にね、まあ、これあくまで例ですけど、6ペンいたんですよ、6ペン。はい。オランダのね、6ペンね、バイエルン所属の、6ペンね、僕持ってないんですよ。はい、僕持ってないです、6ペン。で、なんで、僕がね、その時思ったのが、これ6ペン持ってないのに俺の名前やってて、結局さ、これさ、違う選手使ってたら絶対違うよねっていうことは、まずはね、頭に、もし当たった方置いといてほしいです。なんで僕ね、まあ大体黒玉の選手、こう一覧でちょっと、ここで見ますけど、6ペンメッシ持ってないです、僕。まあだから、黒玉、まあ、ある程度はちょっとゲットしちゃうんですけど、まだ持ってない黒玉の選手もいるんですよね。なので、まあ、僕のね、試合動画、出してるんで、まあ、そちらで使ってるメンバーとかもね、見ていただければ。大体監督はね、ジョルジャ・ジェズス使ってて、もしかしたらね、その偽物の人がジェズス使うかもしれないです。でね、メンバーも一緒にしてきたらね、ちょっとね、そこ判断が難しいけど、そこはもうレート、あとは。うん、もうレートが900後半帯というか、そこら辺のレートじゃなか、で、そこまでね、レートも持っていかれたらね、同じぐらいまで、ちょっとね、判断がしづらい。これはコナミさんにね、対策をどうにかしてもらうしかないんですけど、まずはね、持ってない選手を使ってたりしたら、ちょっとね、それは偽物っていうのはちゃんとすぐわかると思います。
はい、でも大体ね、あの切断とかする人はもうほんと違う人なんでね、そこをぜひね、はい、コメント欄、YouTube のね、コメント欄ってか、コメント欄とかでもよく来てたんですよね。これ本物ですかみたいな。さっき切断されましたみたいな。なんですけど、やっぱこの、あとね、ロナウドのレベルは50です。はい。これは一つ言えることですね。だから黒玉、まあある程度持って、やっぱメッシとかロッペンとか持ってないんでね、僕は。まあそれ使ってたらもう絶対偽物確定なんで。はい。ということで、まあ今回はちょっと短い動画になりますが、最近ちょっとね、なんか切断のそのなんか偽物みたいなのが増えてるんで、そこね、ぜひ、まあ視聴者の方だったりね、普段ウイレアプリやってる方はね、ぜひ注意してほしいと思います。ということで、今回はね、この辺で動画終わってまた次回やっていこうと思います。もしまだチャンネル登録してない方いたらね、ぜひ、左上の僕の顔マークの方からよろしくお願いします。右側におすすめ動画載せてるんでそちらもご覧ください。では皆さん、また会いましょう。さよなら、バイバイ。